と皆さん、大変なことがさ、大変なことがあったんだけどさ、ねえ、来た？あの辺電波ないわ。あの辺電波ないんだわ。あの辺、あの下の部分。どこも電波ないからさ、県外になっちゃったもんだって。 あそこら辺だから、この上のところしか歩けないっていう、そういうことになっちゃった。ここだけでもいいんだけどさ、なんか面白いねこれ。川があったのかと思うぐらいのこの浸食の具合って感じ。写真は撮ったけど、こっちどう？こっち崖っぽいね。こっちはこれ精魂化石じゃない？ちょっと違う、なんか違うかな。室戸岬こっから見えますか？白浜だとか見えるんですかね。南国土佐を後にして都へ出てから行くとせぞっつって。いやー、あの辺の地層もなんかいいね。そして海がまたこれ非常に綺麗ですね。東尋坊とはまた違いますよね。これ海がだいぶ綺麗だとね。あそこはさすがに誰も人が行ってないけど、これも全部一枚繋がってるってことですよね。あそこら辺もでずーっと向こうまで繋がってて、戦場どころではない広さだということですね。何、雨傘一本って。そういうとこってない。海のこの綺麗さと合わせてこの千畳敷なんですよね。写真撮りました。よっこいしょ。さあ困ったな。あそこ電波ないとなるともう上の方ちょっと歩くしかないな。親知らず海岸はちょっと違いますよね。地層とかそういう問題じゃなくて、あれはやはりその親知らず子知らず伝説をね知った上で来て、あそこでね人がもしかしたら流されたのかなみたいな、うん、子供が流されたのかなみたいなのをね、あの慈しむというか痛むところですから。あ、3025坪なんだ戦場ってのは。これ精魂化石じゃないのかな。よくわし詳しくないんだけど、精魂化石っていうとなんかもうちょっとね盛り上がって、あの私のイメージだとあのゲームセンターでコインが大量に積まれてるあんな感じのやつなんだよね、私が思う精魂化石ってのは。泳がないよここは。化石見つけたいんだけどさ、あの図を見てもよくわかんない。そのハンモック型のどうのこうのとかもよくわかんない。ハンモック型がどうとか書いてあったけど、お、ハングル文字が書かれてるぞ。皆さんハングル文字これ解読して、なんて書いてあるのこれ。え、わかんない。ちょっとハングルはちょっとわからん。これ中国語の漢字体っぽいね。漢体字っぽい。などなどですね。日本語じゃないの多いな、こうやって見ると。日本語じゃないもん、この辺とか全部。なんて読むのこれ。こんな感じで日本人使わないでしょ。そう、なんかカタカナの数に横2本のね、縦棒が2本でなんて読むんですかね。どういう意味があるのかな。ふう、ここが一番言い晴らしのいい場所なのかな。初見顔出せますよ。ちょっと待ってください。
お、あそこにみかんのかき氷が売ってる。いろいろ写真撮っとこうと、今のうちに。地層に落書きして。朝が来た。智弁和歌山負けました。あら。見てみる、みかんのかき氷っていうの。3時半過ぎてるけどまずくないこれ。早く三段引きの方行きたいよ。みかんの蜜をたっぷりかけてみかんの氷できました。みかんかき氷いくらかな。食べてる暇あんのかな。私高そう。梅ゼリーとか、こういうのは白浜駅でやればいい。時間ないしさ。時間がないから。ゆずはもう買ったよ。ちょっと精魂化石がどれか分かんなかったけど、まあいいや。また今後の課題ですよ。それあと、あと 800m 先にあるさ、三段引きを 一瞬だけでもいいから見たいんですね。一瞬だけでいいかな。いや、精魂っていうのはあの生きた後って意味だよね。やっぱわしが見たの精魂化石で合ってんじゃないかな。ウェーブリップルもよくわかんない。岩沢までクジラ打ち上がったんですか。まあありえなくもないけどね。よし、じゃあ行きましょうか。戦場時期見たし、最後に三段引き行けば今回の白浜観光終了ですね。うーん、どれがリップルなんとかなんだろうな。わからなかったな。ウェーブリップル、ハンモック型、わからんな。段丘歴層、まあいいや、後でまた確認しよっと。え、動いてます？動いてる？ちゃんと。ちょっと三段引きのね、三段引きじゃなかった。千畳敷の千畳敷全部電波あると思ったら一部電波なかったのはちょっと予想外でしたけど、まあよかったんじゃないですか。じゃあ三段引き見に行こうっと。で、三段引きからバス乗るから、それで OK です。プツプツしてる今。トツ何人来たか。0人です。0人マジで0人だから。今来たら突第1号で最初に最後になると思いますよ。今もし来たら精魂化石ね。貝が移動した跡がね、貝が、ね、移動したその足跡みたいなのが化石になったってやつ。三重に来たら愛知リスナーがそこそこ来そう。愛知リスナーとか誰がいい。ナナシちゃんぐらいしか分かんない。ナナシちゃんも愛知、もしかしたら三重かもしれないし。次は三段引きですね。三段引き、三段引きに行って、白浜に帰るというね、そういうルートで行きます。あと 800m も歩かなきゃいけないんだよね。三段引き終わったら多分もうバス来ると思うんだよね、私の予想ですけど。白浜ってアクセスどうなの？いいの悪いの？
何日ここにいる。いやもうすでに紀伊半島に3日目ですよ。もうこれでようやく旅の半分が終わった感じですね。旅の半分は終了した。今日のこの辺の時間で。バスあるでしょ。というかあれなんだよ、串本方面に行く汽車がさ、全然ないんだよね。串本方面に行く汽車が全然ないっていう。勝浦温泉って、那智の方、あんま考えてないですね。画面が随分揺れてますから今、失礼いたしました。4泊5日でございます。いや車で行ってても多分ね、混雑して大変だと思うよ。どうなんでしょうね、和歌山県内のこの幹線道路はどんな感じなんだろうね。でも白浜のちょっと駐車料金を見てね、私は唖然としましたけどね。2000円ってあなた、 BMW って何、勝浦いい、鹿児島の串本じゃなくて和歌山県の串本ね。本州最南端があるところだね。本州最南端の牛尾岬。だいぶ暑いですよ今。さあ三段引き、ここから500m。明日大阪京都行かないですね。高山本線で帰るか、高山寄っていけるけど、高山とか井の谷は寄りますよ。高山とか井の谷でリアド詰まってますからね。しかも井の谷で1時間くらい待つから、皆さん井の谷で1時間待ちあるから、そこでぜひともですね、皆さんのリアド詰をお待ちしたいと思ってますけども、井の谷だからコンビニも何もないですよ。富山県と岐阜県の県境だよ。熊野に今行く、熊野って熊野市ってことか。那智の滝は行きたいと思う。那智の滝とかなんとか坂ってのは行きたいと思ってますけど、ゲロって土砂崩れはないと思いますけど、ただその結構私は危惧してましたね。先日この紀伊半島に台風が直撃してさ、あれでもしかしたらその JR がさやられちゃったら、ちょっと行き先変えようかなと思ってたんだけど、なんとかなったみたいで。そう、那智の滝無料だから、まあ那智の滝行くまでにそのバス代がまたかかるんだけど、那智駅から那智の駅電波なかったらやめるよ。先に電波ないって分かったら私は行くのやめるよ。別のとこにするよ。じゃあクジラ食いに行くかもしれない。藤子氏もナチだけど、なんで知ってんの藤子氏とナチって。なんで藤子氏がナチってこと知ってんの。詳しすぎるでしょ、いくらなんでも。ゲロで突した女性いた。え、ゲロで突した女性なんていないと。私ゲロでゲロで降りたことないわ。ゲロ駅で降りたこと一回も多分ない。 DM すら来てないですよ。車から手を出しているとハイタッチ出しません。そう、高山ね、高山は必ず通らなきゃいけない。高山本線で富山県に行くときは、高山と井の谷で確実に乗り換えがありますんで、ね、その井の谷でちょうどね、JR 東海と JR 西日本がね、境目なんですね。こんなもんですから、あんな山奥なんですけども、どうしても乗り換えがあると。え、なんで今日高山で待ってるんですか、あなた。今日待っても行くわけないでしょ、あなた。じゃあ、ゲロしてとっちゃいなくて、ゲロ温泉のゲロですよ。日本三大名泉の一つですよ。日本三名泉の一つです、皆さん、ゲロって。知ってた？ねえ。
日本三名泉知ってる？日本で3つの有名な温泉。あ、そうじゃなくて、バスクリーン温泉じゃないですよ。白骨温泉のこと言ってんの。ゲロの地名の由来分からんけど、でもゲロのさ隣にさ浄瑠璃っていうとこあるよね。だからその上か下かってことだよ。ロっていう地名があって、それの上か下かって意味じゃないの。もともとだって浄瑠璃があるんだから、ゲロって感じ。浄瑠璃が隣にあるからね。有馬温泉だっけ、なんか草津温泉と有馬温泉と、草津温泉、有馬温泉、下呂温泉が三名泉だったっけ確か。ユネッサンス、あ、しあ、なんか聞いたことあるな、それ。ゲルが下呂になったのか。上路ってのは上に路って書いて上路、下呂は下に路でしょ。中路はないですね。ゲルがなまってゲロになった。お、三段壁って書いてある。もう着くぞ。この三段壁の近くにアイスクリーム屋さんあってほしいな。そこでバスが来るまでアイスクリーム食って待ちたいんですけど。かき氷かな。郡上八幡で川飛び込まないです。今回はだってあの紀伊半島の旅ですからね。東海一周とかだったらね、その岐阜県中心にもありますけど、郡上八幡の、ね、郡上踊りとか、ね、やりたいけどさ。モネの池とか行きたい、ね、モネの池。三重県まで距離ありますけど。ピンクの建物？どれ、ピンクの建物って。あ、多分ピンク見えてないと思う。展開が遅い。いやでも私これかなり今のところペースはいいよ。最初だけちょっととちりましたけど、旅の初日のね、一番最初の目的地でとちったけど、一番最初にあの法隆寺に行こうとして、法隆寺が撮影禁止をして、じゃあ宇治に行こうかってなって、宇治に行こうとしたら、あれ宇治は京都だから10日あの紀伊半島じゃないっつって、結局ね奈良公園に落ち着くといったね気候を見せましたけども。モネの池は近くに住んでるけどあんまり見どころない。なんか朝 の, あの日が当たる頃に行けばいいみたいだけどね。でモネの池はなんか噂によるとね、あの実際に行ったらそうでもないけど、写真撮って後で見たらすごく綺麗に見えるらしいからね。お、三段壁、これなのか、展望台向こう。お、いいね、三段壁の出入り山崎が入ってる。出入り山崎、展望台は向こう。和歌山ラーメンは北と南で微妙に違う。よいしょ。3時間500円、1000円以上のお買い上げで無料になる。どこでも金取るんだよね。あ、やっぱ徒歩で来るのが正解で、交通機関。あ、なんかアイスクリーム売ってるみたい。あ、後で食べよう。帰ってきてから食べるわ。トルコアイスって。左かっこ。何これ、名物三段まんじゅう。さあ、電波はあるんでしょうか、果たして。今どこ、今三段壁まで来ました。ようやく。和歌山土地がない？ああ、山が多いってこと？
山の部分が多いっていうか。いいんじゃないの、部屋が少ないってことなのかな。よいしょ。お、何これ、アロエが自生してるの、これアロエが自生してるぜ、すごい。え、電波難しいかもしれないの。いや、そうだよね、だって千畳敷っていう観光地ですら電波なかった。いや、いいね、このアロエ畑すごいっすね。全部アロエだよこれ。靴ずれのあたり貼り付けるのいいんですか、このアロエ。アロエヨーグルトとかよく食うけどさ、これアロエだよね。でもね、本当に和歌山市内は広い。あ、書いてある、木立アロエ公園って書いてある。二日酔いや老化防止、肝臓、便秘に効くって書いてある。アロエ畑好きというか、こんなにアロエがたくさんその密集してるのは見たことがなかった。あれがたまにその 庭に生えてるとかならよく見るけどさ。よし、三段壁。よし、千畳敷に美人がいた。アロエ軟膏は清涼に効くんですか、おめえは。とりあえず展望台行こうっと。左側ですね、展望台。なんかこれ左側行ってるお土産屋さんに誘導されちゃったんだけど、お土産屋さんに誘導された。こっち洞窟が、どういうこと。洞窟、ここが入り口なのか。室内に入り口があるんだ。あ、こっからエレベーターで下るんだ。絶対電波ないわ。1300円だから入場料、うん、風呂入ってないですよ。かげろう売ってる、売ってるか、かげろう。バラで売ってくんないかな。ちょっと一回とりあえず三段壁の方に向かいます。風呂入んなくていいでしょ別に。これが三段壁か。あ、これ見てるとなんとなく東尋坊に近いものを感じるな。ほー、どう？どの辺が三段なんだろう。三段っていうのはどうのこと言ってんのかな。身投げの名所っぽく見えますけどね。ちょっとそのさっきよりはだいぶその東尋坊っぽくなったよね。あの先っぽあたりなんて東尋坊っぽいよね。こっち側もかな。あ、こっちが三段なのかな。どっちが三段、どっちが三、こっちが三段なの、どっちが三段かよく分かってないます。こっち詳しい人いませんか。あんま地層は感じられないね。ただなんか崖って感じ。下はよく見えないね、草木が生い茂って。でも水は綺麗ですよ、非常に。写真撮っとこうと。どっちが三段壁なのか私はちょっとよく分かんなかったけど、ただの崖でもいいもん別に。見たってことに意味があるからね。あ、山梨でこれ経験することが、ね、重要だからね。いかにその今後ね、あの
枠をねしてる時に話を引き伸ばすかという、そういう技術をね養うためにもこういう経験はしとくべきなんですね。藤井四段なんですか、藤井四段引きじゃないですよこれ。これが1でこれが2でこれが3みたいな、ちょっと説明書き読んでくるわ、わしは見ても分かんなかった、何が三段なのか。詐欺先輩ありがとうございます。で分かった、三段引きの意味。よし、三段壁、太陽に太平洋に突き出したダイナミックな見晴らし台、地層の成り立ち。三段壁は戦場時期と同じく、かつての浅い海の底が隆起して、海岸段丘で高さ50メートル、長さ2キロメートルに達する海に直立する壁と波によって削られた洞窟が見どころです。海岸段丘の上面を見ているのが戦場式で、波に削られた断面を見ているのが三段壁です。ちょ、これ、ね、三段壁の由来は何か。三段壁は昔漁師たちが魚群を見守る場所として未段として呼ばれていたのが、いつの間にか未段となり、やがて三段壁と呼ばれになった。三段関係なかった、三段がまるで関係なかった。これなんだよこれ、三段全然関係ないじゃん。アイス食べようアイス食べようと、ちょっと地図じゃなくて、あの、ちょっと待ってね、あのアイス食うよとりあえず三段引きは三段っていうのがなんか生ってできた言葉っていうのがちょっとショックなんだけど、三段あるものかと思ってきたんだけど、わし悲しい、振り仮名がなかったら説明できなかった。よいしょ、ちょっとなんか食べていこうぜ、暑くてたまらん。さあ、そこにもかき氷できますよ、どうぞ。かき氷は100円でできるよ、ふわふわの氷おいしいよ、どうぞ。100円か、なんかご当地の。さあ、いらっしゃいませ。梅うどん、生マグロ丼とか今食えないよな。普通におとなしくかき氷でも食うか。白浜温泉多分入る時間ない。食べよ、100円の100円のかき氷食べよ。それでいいや、もうそれでいいわしは。冷たいもの食えばなんとかなるだろう。コーラ味冷凍パインって言ってるわ。なんかかき氷、はい、かき氷、じゃあ、あの、梅もあるの。梅、あれはソフトクリームか、ソフトクリームか、かき氷の、あ、こっちか。
梅はなかった。よし、すいません。マンゴーかな。かき氷マンゴー100円ので、ええ、これ、そこで食べますわ。